気です。でもちょっと肌寒いね。気温23度半袖ちょっと寒いかな。今日は野々市市の防災訓練の日です。8時にサイレンが鳴って、それと私は町大会長なんで公民館へ鍵と、それで非常食を持って、集まって、そこで皆さん家からカセットコンロ持ってくるので、それでお湯を沸かして、非常食を作ります。全部で、17リッターぐらいいるんでね、結構量がいるんで、やっぱりこういうシステムをちょっとやってみようかなと思っています。まあ有事の際はきっとそういういろんなものを地域から持ち寄ってっていうことは、能登の地震の時もこの前の洪水の時もね、行われてきたことなのでね、一度シミュレーションでやれればと思ってます。それをやりつつ、今度はそこの扶養小学校が拠点避難所になっているので、あそこで行って避難所の作りを体験するということになっています。避難訓練開始だ。はい、まずは無事ですパネルを入れておきます。よいしょ、はい、無事です。公民館に持っていく非常食の体験、無事です。はい、公民館に来ました。よいしょ。鍵開けて。しゃあ、そこは開けてあるわ確か。よし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 。そうやね、開けるか。今回の防災食は炊き出しのこのアルファ米と、そして味噌汁、豚汁で白粥持ってきましたね。全部で 16.4 リットルのお湯がいるんで、まずはみんなでテーブル広げてガスコンロ、カセットコンロでお湯を沸かします。お湯気つけてね。これが8リットルで一番で15分ぐらいでできるアルファ米、お湯ならカルキセン、まあまあどうやってほしいよ。調理スペースいるからどっかあっちの方でやってくれるかな。さあ、端っこの方でお湯は、下もテーブルロックしてるか確認して、たまにしてなくてガチャンってひっくり返っとった時だし、ガチャンとロック確認ね。
よいしょ、開くと。開いて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 。よっしゃ、こうなってて、でこの金色の容器がアルファ米の入れ物になる。でこれカッターもついてるね。で止めるのと、はい、これの言う通りにやって、折り返すってとこだよ。切る、折り返す、まず備品を取り出す、備品を取り出す、取り出せや、全部取り出せばいいわ。下に折るんだよ。これじゃない、これのこと。あ、それか。だからこれこうして置いてたら。あ、そうや、それ、ごめん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 。はい、で、取り出すためのこれカッターがついてるんだけど、うちハサミ使うのあるし、これもう全く何もないとこからスタートできるように。今日なんか風強いから本当あの防災の聞こえないね。全部切って中に折るんげは。それ取り出さんの、ね、そうそう、しゃもじくやめながら。そうそう、全部入っとる。大丈夫、大丈夫。はい、はい、開いた。開いたらの全部ここ並べて、まずこれ3パック、これが具、具や具、はし、しゃもじ、スプーン。お米出したんでいいがや。お米でいいね。で乾燥剤出したら、まだお湯沸かん。まだお湯沸かんけど、もうすぐに具を入れる。これ具を入れる。そう。大丈夫よ。入れます。入れて軽くかき混ぜる。しゃもじしゃもじいい感じだね。アルファ米、はい、で、なんかおい乾燥剤食わすなよ。小屋に入ってて、そうしたらこっからすぐお湯や。まだでも、うん、これではこれで OK。 ちょっと印ここまでね。そう、8リッター入るはず。6、そしてブラシ、15分でブラシたと、この お湯入れた後、この針金でしっかり止めれて、で15分ブラシ、ブラしたら、出来上がりでかき混ぜて、あとは盛り付けとかっていう感じで、で箱をこうやってほら立てるんやわ。このこれ使ってちょっと見て、ほらこうやって立てるがに、あだからこれ取って、これで立ててしまえばいい。もう立ててしまうわ、うん、これは配るときやね。あ、配るときか、うん、あー、うん、なるほど、空箱を使うんや。そうみんなのところに持っていくっていう感じ。わかった、さすがです。全然マニュアルうまんはやと思う。じゃあとにかくお湯沸かして、おいで次これも全部開封して、これはお持ち帰りできるかになってるから、これ20個あるからちょっとそこ並べて、これもここで準備で、ここはこれでも開封せんと、それは持ち帰る、ね、持って帰る、持って帰る。でも20個しかないね。じゃあ先着20名様で皆さん、でも1個はやろうよ、うん、1個やりましょう。おいで、今大鍋が来るんで、それにあのこれ豚汁、豚汁入れますんで、これを来たらあの入れてください。これもこんな感じで、こんな感じであの塊になってる。でそこあのパック詰めないんで結構スペースいるから、あんまりそこにばらまくとまずい。ここからスタートして順番に詰めていくって感じです。開いてみます。ペロ、中どうなってん？あ、あ、乾食塩と乾燥剤とでスプーン、あとなんかある？ない。でここの線まで、この線まで入れるっていう感じ。あ、じゃあこれ一個やってみようか。ね、白眉だからこのままやね、うん、じゃあこれとテストで、じゃああとは皆さんこれお持ち帰りで、はい、どうぞ。でも一気に規定量入れないと、どれが湧いてないの？まだみんな湧いてない。これもまだ、あのね、熱湯じゃなくても水でもいけない、これ。そうそうそう、だから時間がかかるだけで、でももう十分熱いと思うよ。じゃあいくぞ、こんな感じに入れてまずダーッと、それから、それ先のやつやろ。
この線まで入れて、やけどせんようにね。はい、どんどん入れて、どんどん入れて、どんどん入れて、どんどん、どんどん、もうとにかく入れてって。すぐ分かったんだね。入れてきます。鍋の具があるから。鍋があるから。入れてきますよ。はい、その鍋気をつけてね、鍋。線まで。結構入れなよ。結構来たよ。いやいや、まだまだ5センチぐらいあるよ。はい、やけど気をつけてね。はい、これあ の避難所じゃお湯沸かせんから水で1時間ぐらい蒸らしてやっとってんかな。水でも戻るけど。まだまだ、もう1センチ。最後やろ。あ、最後よ。待てな。さっき空で待って、乾燥状態で待ってとくから大丈夫。あと1センチ。あと1センチ。まだ1センチやろ。俺の方から見たらいい。こっち側ね、うん、こっち側斜めになってるから。飛んでくる、気付け、熱いよ。やばい、やばい。OK。じゃあ、OK、OK、OK。じゃあ、蓋しちょっとどうなっとる？これ見て。あ、白いところを結ぶ。気付けよ、熱いぞ。熱い。結構上に狭ない？はい、今現在25分なんで、8時25分なんで、8時40分目処で15分。鍋来ました。でっかい鍋来ました。それ豚汁何リットルになってる？それお湯、これは3リッター、6リッターあればいい。6リッターを今あれで分かせばいい。そう、あと6リッターを言うください。余裕であるね。それでも6リッターあるやろ。はい、豚汁、鍋でかっ。ありがとう。白がゆ入れました。線ここかな。これは確か160ml ぐらいでいけるはず。はい、はい、閉めてください。これ何分って書いてあった？15分。やっぱこれも15分だよ。アルファの場合だいたい基本16分だった。15分だよ。そうだよ。8時40分、蒸らせました。はい、はい、皆さんタッパーパック詰めお願いします。これまあ皆さん手分けして。まず負けてる。今のこれ10円。はい、かき混ぜる。なるほど。熱い。うん、大丈夫。止まってない方が混ぜる。深くなるから混ぜにくいと。あ、全然曇って映っとなかった。大丈夫、ここなら大丈夫。はい、よしよし。でもこれ混ぜなくて、ちょっと最初の人は具いっぱいやけど、最後の方は具がないっていう。それ、そのパターンは怖いから頑張れ。そっか、かき混ぜるの大変やね、これ。うん、50人分やもん。まだここはそこあるやろ。で、そこそこある。これ消防の学習フェアって言われて
ったらこれの試食あるけど、もう開始10分でなくなる。そんなうまいもんでもないけど言ってみれば。ね。よいしょ、とりあえず入れていきますか。はい。あ、しゃもじちっちゃいのもあんの？あります。それ公民館のやつやろ。そう、これここにある。そうなんや。おしゃもじぐらいはあるよ。そういう問題、まあそうやね。はい、あるもの使いましょう。適当にこう。いやいや、混んで。適当にこれ詰めて、はい、10個10個混んでいいと思う。これちょっと入れよう。やっぱりやばい。お湯気つけてね。とりあえず10個だけしてみよう、うん、はい、入れます。はい、そうだと何リットル。わからん、わからん。入れみるよ。入れさして。これ多分これずっと入ってたんじゃないかと思う。これ何か入ってたかな。これちょっと溶かしてみる。いや、もっと入れんと。いや、入れるけど、いっぺんにたくさん混ぜると大変だから、やけどしないでね。結構ホロホロっていかんげね。しっかりしてる。市販のあれよりも長期保存用のあれ。これ何年持つんですか？5年保存。5年保存。ちなみにガスコンロは7年以内で使ってください。あ、そうなんだ。あ、ちょっとお願いします。1.5 かな。こっちはそんなにいらんかな。今多分もう2リットルぐらい入れました。じゃあもういいんじゃない？一旦これでいいって。一旦味見てみます。 1.5 リットルでいい。でもこれ3リットルとか取ったことない。いや、だから半分しか使ってない。いやいや、これの半分ってこれと、そうそうそう、これは全部これで20リットル。そう、これで1缶だから、こっち1缶入ったからそのままの分量でいいんじゃない。1缶入ってんで。1缶入ってる。分からん。半分入ってる。こういう感じ。シャバシャバやね。ちょっと試食してみる。でもこれ20分経ったわ。これあるよ。はい、お塩は入っていません。お塩、はい、ああ、うまいもんじゃないけど。ないときは仕方ない。ないときは仕方ない。で、しかもちょっとお湯多かったから、線まで入れた。ちょうど入れた。ね、だってこれカリですよ。もうカリ。一回蓋閉めるね。ご飯じゃない。一回蓋閉めますよ。はい、はい、ありがとうございます。塩が入っていますね。一缶にこの塊が10個入ってるって、それで3リットルで規定通り作るとこれすっごく味が濃くなるんでね。だからこれ実際まあ4リットルぐらい入れて薄めましたけど、まあちょっと何か被災して食べるときにはやっぱりちょっと味は調整した方がいいね。まともにこの数字通り入れると何かも濃いよね、味が。なんとこの濃いんやろ。だってパッと当たる濃い。濃い基準にしてるんだよ。はい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 。ゴミがいっぱい出るよね。ゴミが。ゴミ袋がいる。ゴミがいっぱい出るよね。とりあえずここに入れて。はい。ゴミ。でも入らんね。余るから。すごいゴミで。全部入らん。公民館にパックなかった？お前ね、あのね、ちょっと少ないのだったらいい。ちょっと少ないのがやっぱある。ニャイラン分はラップでおにぎりしまーす。頭いい、さすが。おにぎりっていうか、あれ、あれこう包む感じでいいですか？なるほどね。頭いい。あった？あまりが出てきた。パックが同じパックやと思う、これほら、はい、違った。あ、ちょっとでかいか。違うけど、あ、でもほらなんかちょっとなんとなく違う。試食っていうか、俺ガチで飲んで帰れ。ガチで今からあの拠点に行かな。これもすごい食べてんかも。それ食べとるまだやろ。はい、待て待て待て、もう9時に行かない。よいしょ。薄いまあ、
薄いっていう人もおるけど、俺はちょうどよ。あのね、具にすごいしょっぱいのがついてる。ついてるやろ。うん、だから、あの、汁飲んでちょうどいいと思って、食っとると具どうだって。だからゴミがいっぱい出てくる。だから、これ洗ってここにどんどん溜まってけ。だから、そういうこと。あの、うちも大体、毎年一本溜まる。そういうことですよね。毎回これがもう毎日これなんで、それ問題になっとるんけど、うん、で結局これこういうキットやから、うん、でパーティー、はい、拠点避難所に来ました。皆さん集まっとる。防災士の人たちかな、ヘルメットかぶっとる。防災倉庫、毛布と非常食と、でこれはファンヒーターやね、うん、でアルコール消毒、トイレ、これトイレがでかいの、であと毛布と、まあ、簡易テントやね、なんかね、はい、ありがとうございます。受付で校舎の図面と、まあ、俺は扶養小学校もう隅から隅まで知っとるんけど、避難者カード、元 PTA 会長やからね。ですね。でも新しい建物になってからちょっと知らんところもあるけど、新しくなったんですよね、うん、これ感電ブレーカーって、要するにあの停電になったり家が潰れた時に消すってやつ。感震ブレーカー。あ、感震なんだよ、感電じゃないや。うん、だから、要は通常の状態で、うん、はい、もし揺れた場合、あー、揺れた。相当頑張らんと、あ、こちら。こういった感じで揺れを検知してブレーカーが切れます、うん、こういうブレーカーが感震ブレーカー。震度7ぐらいやったけど、これで震度5強に設定は一応なんです。あ、そうだ。ちょっとまあ揺らし方がね、いろいろとあるんですけど、まあなるほどね、はい、まあこんな風に揺れんからね、普通地震はね。そうです、そうです。こんなになってる時に揺れを検知してブレーカーを自動で切ってくれるっていうのが関心です。これ一般の家庭用。はい、一般の家庭に、まあここまでは普通の自宅のブレーカーと分電盤と一緒だと思います、うんうんうん、それに俺はここに感震リレーっていうのを追加して、うんうん、あの揺れを感知したらこれを切るように配線してあります。普通のこの配電盤、あの自宅にあるやつにこれリレーつけるだけでいい。つけるだけでもできます。あ、そういうキットもあるね。ここ、そうです。で、ここを交換する場合こともできます。あ、なるほど。で、全部変えなくてもそのできるわけ。追加でもできます。結構倒壊した後に火災とかあるしね。そうですね。で、あと停電後に電気が通ってっていうパターンやね。はい、そうです、その通りなんです。これは今、ちょっと今テストボタンでやりますけど、うん、これで一応あの揺れを感知した、うんうん、で通常この状態で、まあ、さっきのやつは設定速にしてあるんで、うん、すぐ切れましたけど、うん、これ今1分にしてあるんで1分後にブレーカーが切れます。あ、すぐ切れない。はい、そういう設定もできます。なるほど。いきなり真っ暗になったら、そうです、そうです、あの逃げれんもんね。逆に逃げれる。はあ、なるほど。1分後に切れますし、もしこの時に配電線が停電した、うん、その時はそのままなんですけども、うん、配電線が復旧した時、うん、これが一番やばい。切れます。なるほど。ちゃんと覚えとって切れてくれる。うんうん。で、はい、皆さん避難されとる時に戻ってこられたら、うん、自宅の中をちょっと徹底していただいて、うん、あの壊れとるもの、倒れとるもの、うん、急に動いたら困るものないか見ていただいた上で、うん、ブレーカー入れていただいて。なるほどね。元のブレーカーを使えます。へえ、すごいね。ちなみにリレーはおいくらぐらいなの。非常に難しい。運転盤に内蔵のタイプ、うん、あ、いろいろあるんだ。交換する。要は先ほど言った、あ、なるほどね。スイッチの方やっとろ。高い。5万円から8万円とかぐらいするんじゃないか。ちょっと
と資料も古いんで、うん、物の値段とかも違うし、うんうん、工事の関係も違うんであれですけど、うん、あとはこういうリレーね、うん、を後付けタイプっていうものにすると昔なら2万円ほどとか、ね、したかなっていうのをお配りしようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。すいません、はい、すいません、皆さんこちらのいただいて、今あの地の署名は諸閣議の取り扱いまず説明いたします。まあ、あの使ったことある方もあのいらっしゃるかなと思うんですけども、あのその方は、まあ、再確認という形で、見てもらえればよろしいかなと思いますのでお願いいたします。よろしいですか。はい、なるほど、はい、します。で今から諸閣議の説明をしていきたいと思います。まず今回持ってきた消火器は中に水が入っていて船用の消火器となっております。実際に皆さんが多分使われると思う消火器は中にピンク色の薬剤、まあ、粉が入っていて、それを火にかけることによって消火することができています。で大体この消火器は大体距離3メーターから5メーターほどの距離しか飛びません。で噴射時間は大体15秒から20秒間となって、結構短い時間しか使えないことになっております。で大体火の高さは大体肩ぐらいの程度までの火ならこの消火器で消すことができるとされています。で簡単にこの取り扱いの方法を説明していきます。まずこの黄色のピンを真上に引きます。でその後にこのノズルを火の根元の方に向けていただいて、あとはこのレバーを握るだけで中身が出るようになっています。で例えば力が弱い方だとかは地面に置いていただいて、このレバーを上から押してくる、押すだけで中身が噴射されます。で実際に火を消す際なんですけど、このほうきを吐くようにして、で火が小さくなるにつれて徐々に近づいていく感じで、はい、このような形で消す方法が一番消せるとされています。では今から皆さんに実際にあの的を狙っていただいて消火器を噴射していきたいと思います。よろしくお願いします。抜いて、で結構抜き忘れれね、合わせる、あーだからちゃんと抜いてからで、はい、ということでありがとうございました。上手です。上手でした。ありがとうございます。ポンプしたのが楽だ。はい、簡易トイレ をお土産でもらいました。はい、素晴らしいね。ちゃんとこういうシステムができてるんで、まずは一時避難で公民館、そして拠点の避難所に集まるということです。リアルで起きとるからね、本当に能登の人を思ったらこんな簡単な感じですけど、でも一回やって地域としてのコミュニケーション取っとくと随分違うと聞いてますので、ね、これが効果あることを祈ってます。イエイ。